Myth and legend have always dominated the world of Final Fantasy, but they're not limited to the game. As it turns out, Square Enix, where the Final Fantasy video game series is created, has a legend all its own. This is Inside the Square. We're talking about legendary designer and artist, Tetsuya Nomura. 直接お会いしたいことは少ないんですけれど、なんでそこまでこうそのなんていうか CG キャラクターを人間として見れるんだろうっていう、すごく不思議な能力を持つ人ですね。やっぱ彼のすごいところはもうそのなんていうんですかね、やっぱりイメージ力ですよね。本当に信じられ、僕でもちょっと信じられないぐらいこう正確なんですよね、それがね。キャラクターを、ビジュアルも含めてトータルでプロデュースできる人間として、野村哲也ってのはすごく才能があるクリエイターだと思ってます。And for the first time, Nomura's designs have inspired an entire customizable collection for Lightning Returns.ライトニングを美しくかっこよく見せようっていうのが全員の共通のなんていうんですかね、目標というか。今まで彼女が本当にその着たことないようなタイプの衣装も作ってみようとか、いろんなこう一面を見てもらえれば、非常にこうどんどんどん強くなっていったキャラクターだなと思います。 I've been fighting Destiny for a long time now and I'm getting good at it. These unprecedented levels of customization not only alter Lightning's looks, they also change her abilities. Lightning 様がとにかくかっこいいです。動きとかすごいかっこいいですし、スタイルチェンジがすごいかっこいいですよね。いっぱい服あって、すごい楽しくたくさんデザインできたかなって。僕のお気に入りは、やっぱり野村哲也がデザインしたいわゆるベースになっている衣装はすごい。とにかくもうライトニングのかっこよさを堪能してもらえれば。I'd introduce myself, but I'm guessing that you already know who I am. Music is another way the creators bring the world of Lightning Returns to life. そこはやっぱりライトニング。活躍するのが今回のゲームなので、どっかしらなんか彼女の存在を感じさせるものに音楽もなればいいな、そういうものを目指して作ってると思います。で、具体的には結構パーカッシブな感じが結構こう前に出てたりとか、最終的には面白いかどうかにつなげないといけないっていうところは多分ゲーム特有で、昔から引きずってるものは過去に全然なくて、 The result is the most dramatic Final Fantasy score yet. 聞いてもこう心に残るようなものを自分では目指して作ってるつもりなので、音楽もやっぱりゲームの中ではただの一つの演出要素なわけですよね。音楽が一つのゲームを盛り立てるための一個の材料であって、This art and music, along with architectural inspiration from Tokyo itself, combines to create a unique new world. 今回の、ライトニングリターンズはノバクリサリアっていう新しい世界です。最初は一つの小さな島で作ろうっていうので立ち上がったんですけど、そこからこうだんだんアイデアが入っていくにつれ、最初小さな島だったのがだんだん広がっていって、でそれぞれの島に分かれていって、そこに特色が出始めて、で一つはその例えば死を前にして平穏に神様に祈りながらこう生活をする静かな人たちが暮らす、ルクセリオという宗教都市があります。信仰心とあとはその混沌としたこう犯罪者というか、あとは自然地形ですね。本当に緑豊かなところを広い世界を歩けるような、ウィルダネスっていうところと、森の中にはまたちょっとした集落があったり、前作にも登場している遺跡の名残みたいなのが、砂漠と、岩がたくさんある、そのデッドデューン、その中にこう海岸線があって海が広がってたり、ここもなかなかその面白いロケーションかなというふうに。
もうせめて終わってしまう世界だったら楽しく暮らそうよっていう、あのすごく享楽の都、あのユスナンっていういろんな楽しみを埋めるように、例えばなんかパレードがあったりとか、あの噴水でショーがあったりとか、あの闘技場があったり、アメリカでいうとこう、ラスベガスとかのイメージなんですけど、その4つの大陸が、今回の、舞台になってます。 You deserve a new beginning and I can take you there。 モノレールみたいな電車がこう走ってて、それにまあ乗って隣の町に移動してみたいな。モノレールはあのそうですね、まあ、結構僕毎回やりたいんですよね。本当にその世界にこう飛び込んで、まあ、直接触れるというか、そういうところをこう強く出したかった。ファイナルファンタジーが持ってるあの華やかさというか、まあ、独特の世界観みたいなところは、まあ、追求できてるんじゃないかなと思いますけど。It's the legendary design, score, and setting that make the world of Lightning Returns more immersive than ever.